エドアルド・モリナリはイタリア鳥の出身の男子プロゴルファー。2009年のダンロップ・フェニックストーナメント優勝者になった選手である。彼は2005年にヨーロッパのゴルファーとして初の全米アマチュア選手権優勝を成し遂げた選手として知られる。一歳年下の弟フランチェスコ・モリナリもイタリアを代表するプロゴルファーであり、2018年のジオープンの優勝者。 森成は兄弟で早くからゴルフを始め、弟のフランチェスコは2004年からプロゴルファー生活を始めた。兄のエドワルドが世界的な知名度を獲得したのは2005年の全米アマチュア選手権優勝である。1911年に創設された全米アマチュア選手権はアマチュアゴルフトーナメントの最高峰として位置づけられるイベントで優勝者には次年度のマスターズ。 全米オープン時オープン招待資格が与えられる。イー・モリナリはヨーロッパのゴルファーとして最初の全米アマ優勝者になり2006年の時、オープンで予選を通過した。彼は鳥の大学で技術の学位を取得した後2006年夏からプロゴルファーになった。プロ入り後イー・モリナリはヨーロッパのチャレンジツアーで2007年度の賞金ランキング1位になり2008年から ヨーロッパツアーのメンバーになった。しかし、2008年の欧州ツアーでは、賞金ランキング147位と低迷したため、2009年度のシード権を確保できなかった。2009年度の欧州チャレンジツアーで2勝を挙げた後、11月のダンロップフェニックストーナメントで日本を初めて訪れ、4日間通算13アンダーアッパーで回った。 2008年の欧州ツアー賞金王、ロベルト・カールソンとのプレイオフで、森成りは2ホール目で、バーディーパットを沈め、国際試合初優勝を飾った。2010年7月に行われた、スコティッシュオープンで、欧州ツアー初優勝を飾った。ありがとうございます。